はい、どうもことです。今回はね、エルレガーデンのスターフィッシャー、スペースソニックの解説をしていきます。チューニングはレギュラーチューニングで、動画内タブ風つけながらゆっくり解説していくんで、ぜひ最後までよろしくお願いします。ちょっと前のね、エルレガーデンの生配信、皆さん見ました？あれめちゃくちゃ良かったですよね。結構印象的やったんが、そのスーパーチャットの量がすごくて、普通のチャットより多いんちゃうかってぐらい、スーパーチャットもずっと常に流れてて、結構ね、その今後のライブ生配信の指針になるというか、その結構ね、イベント業界からすると、あの出来事って結構ね、参考になるというか、結構延べ20万人ぐらい見てて、で、あのスーパーチャットの量なんで、もしかしたら普通にね、ライブするより、その、まあ、ちょっとやらしいですけど、収益とか上がってるならね、あの方法確立すれば、イベント業界とかライブバンドマンとかもね、助かると思うんですけどね。まあ分かんないですけど。はい、じゃあ早速解説していきます。はい、じゃあ早速イントロのパートやっていきます。今までね、最後にタブ譜出してたんですけど、最初に出した方がいいですよね。今更なんですけど。じゃあちょっとタブ譜出しながらゆっくり弾いていきます。はい、ここなんですけども、最初5弦の2フレット、3弦の2フレットを押さえながら、ここ2弦開放を弾いてます。で、この中指をスライドさせて、上の1、2弦開放です。こうですね。で、ここでまだスライドで戻って、すぐ最初に頭に戻ります。こんな感じです。で、2回目が人差し指で1弦の2フレットを押さえてます。はい、こんな感じです。じゃあ最後にもう1回、もう1回いらんか、どうしよう、まあ、最後ゆっくり弾いて終わります。タブ譜出さないです。はい、じゃあ続いてその次のパートをやっていきます。はい、これの繰り返しです。人差し指で2弦の12フレットを押さえて、薬指で3弦14フレットを押さえてます。これは2弦の15フレットですね。これの繰り返しです。右手がインサイドのオルタネートでずっと弾いてます。こんな感じですね。はい、じゃあ次、その次のパートいきます。はい、これの繰り返しです。最初が2弦の5フレットを人差し指で押さえて、で、4弦の開放も一緒にこの2弦2本押さえてます。うわ、雷すごいですね。で、この次がプリングオフで、3弦5フレットから4フレットに、こんな感じです。で、5弦側が5フレットから開放弾いてます。で、次 G のパワーコード、で、A のパワーコード。はい、これの繰り返しです。はい、じゃあ最後にもう一回ゆっくり弾きます。はい、じゃあ最後クリーンのアルペジオ部分ですね。じゃあタブ譜出しながらゆっくり弾きます。はい、で、次、間にこのイントロのフレーズが入ってきます。はい、で、もう一回ですね。はい、ここなんですけども、人差し指で5フレットを制覇して、で、薬指で、3弦の7フレットを押さえてます。弾く弦はこの3つですね。
2弦3弦4弦です。でそれは右に2フレット移動して同じ形です。これ必ず右手は全部アルペジオでなるべく弾いた方がいいと思います。でかなり BPM 早いんでゆっくりスピード落としてから練習することをおすすめします。で最後にもう一回ゆっくり弾きます。はい、じゃあ最後サビやって終わります。はい、こんな感じです。サビはね全部パワーコードなんで簡単ですね。パワーコードプラスオクターブ1音上の音も足してます。普通のパワーコードと小指で1オクターブ上の音も押さえてます。この3つの音ですね。で進行もかなりシンプルなんでまあいけると思います。で途中のこれが18フレットまで、6弦の18フレット、ここまでいってます。で最後に、まあ、ちょっとストロークパターンが変わるだけですね。はい、じゃあ最後にもう一回ゆっくり弾きます。じゃあ今回こんな感じで終わります。あとね何曲かエルレガーデンやりたいなと思ってて、あとリクエストでワンオクロックのデシションいただいてるんで、まあ、それもやろうと思ってます。よかったらねそのリクエストとかあと分からないとことかコメントくれたら絶対返信するん でお気軽にコメントお待ちしてます。はい、よかったら概要欄に僕のブログとか SNS のリンク貼ってるんで最後覗いていってみてください。最後に高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。ではまた。